こんにちは。今回のですけど、またね、アルミちゃんが来てるんですけど、天気がね、やばいです。びっしょびしょ。走ってる途中からスタートなんですけど、今ね、2時間ぐらいこの天気の中走ってきました。もうびしょ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 ですね。ということで今回はですね、美女がびしょびしょでツーリングということで、絶対にゃ。ちょっとね、晴れるかと思ったよね。いやそうね、ちょっと天気予報はね、ずっと雨だったんですけど、案の定雨降りましたよね。路面もね、ちょっと濡れてるので、スピードもね、控えめで。さあ、安全運転で行きましょうね。もうマジであの結構濡れてない。うん、霧やけなんかね。そう、まだなんとかって思ったけど、予想以上に普通にびしょびしょです。うん、ということで今回向かうところはですね、ねな、どこに行くんでしたっけ。カジカ橋っていうところに行きたいと思います。いやでもね、ちょっと向かってるけどさ、あのびしょびしょ。カメラちゃんと映ってるかなこれ、大丈夫か。水滴がついてたら申し訳ねえな。こんな時のためにこのね、リストバンドがね、役に立つんですよね。寒っ。じゃ寒いね。今日ね、ヒートテックね、極暖着てきたんよ。あ、マジで極暖よ。逆にさっきあの氷撃を買って今氷撃着てるんですけど。マジで寒いです。いや、バカやなと思ったもん。そうね、確かに。なんでそれ買った。ヒートテックだと逆にちょっと暑すぎて、暑いなと思ったから、氷撃買ったらあのことで寒いみたいな。ちょうどいいがないね。ねー、6000円も出して買ったのに。あ、でもこれさ、洗車と思えばいいんじゃない。そうだね。昨日僕あのピッカピカに洗車したんですけど、あのもう泥まみれみたいな。アルミは今日は久々の洗車だね。雨の日に走行することを洗車と呼ぶな。これ絶対やみそうにないしね、これ。これやまないね、絶対ね。やむー。やみくん、やむちゃんなんだよ。今日はね、3年ぶりのツーリングなんですよね。あ、そうそう。なんかあの千葉フォルニア行った時からあのまた3年経ちました。現在今2024年ですね。あ、もうすぐ右ですね。600メートル先右ですね。今日はあのデートしてる人はいないんですか。ね、今日全然おらんねん。ね、ってことは今日は2人っきりでデートってことですか。アルミちゃん、びしょびしょでデートってやばくね。これ。あ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。てか雨の中のハイグリップタイヤでの走行はなかなか怖いですけど、意外と安定してますね。これまっすぐですね、どんどん。ゆっくりね、安全運転でね。あの僕の NSR より速いみたいな。ZRX 速いね。これさ、バイク置いてさ、はい、立ったらさ、ズボンびちょびちょなんじゃない。いや確かに。これ恥ずかしいやつよ。ね、これ絶対さ、大事なところだけめっちゃ濡れとるみたいになるよ。あ、なんか透けてきてますね、いろいろ。やばいよね、見てここ。うわ、やばい。ガチでやばいな、それ。そうだよ。俺も結構やべえな。俺もなかなか濡れてる。ありがとうございます。あ、でもちなみに今日行くカジカ橋ってのはどんなところなんですか。行ったことない。いや僕もないみたいな。これ雨やばくね。ガチで結構降ってるんだが。あ、これ怖いね。こんな雨の日に撮る元ブログとか逆に珍しい。いいですね。あ、大丈夫か。急コーナーですよ。はるみちゃんやっぱうまいね。はるみちゃんは普段ですね、この VTR250 でね、ジムカーノをやってるんで、やっぱりうまいですね。最近ね、またうまくなったんよ。マジですか。ジムカーノのランクで言うとどれぐらいのランクになるんですか。最近大会に出て C2 に上がれたんよ。 C2! めっちゃすごい。C2 って言ったらもうかなり早いランクですよね。すごいですね。ね、本当ね、嬉しい。だって僕なんかよりも全然うまいですからね、はるみちゃん、本当に。でね、はい、今日 NL っていうあのノービスのリリースクラスの中で優勝できたんよ。マジで。月刊オートバイにね、乗ってるよ、はるみ。すげえ。嬉しい。月刊オートバイ雑誌にも載ったんですか。めちゃくちゃもう有名人ですね。マジですげえな。ジムカーナもバイクの運転の技術もめちゃくちゃありますね。どんどん僕みたいになってってる。
もっともっと上手くなって誰よりも早くなってください。そんな私は今びしょびしょです。勝ったらまずおねしょしたみたいになってやばいですね。間もなく目的地に到着しますね。もうすぐ左ですよ。何通行止めとか、え嘘だろ、え大丈夫か。あ大丈夫か、ここまで来て通行止めとかじゃないよな。とりあえず行こう、とりあえず行こう。U ターンは無理よ。いやでも確かに確かに本当に通行止めやったら泣くよね。あウインナーが出てますよ。ああやばいやばい。ということ通行止めは困りますね。あと4分。あと4分カウントダウンが。あれこっちなんか場所違う気がする。やばいね。ああれなんだこれ、逆ですね。今の右に曲がったとこ左ですね。左だったわ。お腹すいたな。あーここが先ほどの吊り橋ですね。すごいね。結構ね、揺れるんですよね。うおあ、揺れる。あぶねあでも結構下見るとね、結構高いところですよね。危ないですよ。すごいですね。すごい景色綺麗。びしょ濡れだ。かわいっちょ。ちゃんとしっかりね、向けとかないと。あ、すいません、すいません、カメラアングルが失礼しました。いやすごいね、ここすごいね。めちゃくちゃ気持ちがいいよね。うん、マイナスイオンがなかなか揺れるから怖いね。揺れる揺れる、あ揺れる。それカメラが揺れてるだけ。めちゃくちゃ神秘的。あそう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 、あごめん、あ全然違うとこ行った。からこうそう、からのこうからの、うわーでもほんと緑綺麗。あー怖いですね。あいやマジで滑る。すげえ見てこっち、かなり綺麗ですね。めっちゃ綺麗やん、画質よ。すげえ、そう画質ね、やばいんよこのカメラ。そうそう結構急。すごい神秘的な。あーこれ気をつけてね、これこけたら痛いよ。おーあらーかわいい。えらいちゃんとつけてくれてる。この今日はそれ3年前にあげたのに一段ずつ一段ずつ降りないと。よいしょよいしょ、よいしょ、大丈夫か。ゆっくり降りて、ゆっくりねえ、これマジで危険、本当に結構滑るからね。よしよしよし、降りました。すごいこの橋もめっちゃ綺麗ですね。ね、動いてるね。めちゃくちゃ綺麗だぞ。はるみちゃんもちゃんとこうやって映してからね。ちゃんとさ自然のさ、ね、川とかもすごい綺麗だよね。逆にね、うわこれすごい木が。気をつけて。あいしょあいしょ。もうね、疲れたみたいな。いつもなんかこんな感じですよね。お結構あるぞ。疲れたぞ。結構あるぞ。なんだ。よいしょ。あ元の場所に戻るだけ。疲れた。バイクのとこに戻った。疲れましたね。疲れましたね。ということでね、はるみちゃんとかじか橋までツーリングしました。はい、イエーイ、すごい神秘的な場所でしたね、うん、すごい良かった。この ZRX とね NSR2 台でツーリングしたんですけど、すごい楽しかったですね。びしょびしょになったけどね。上しないけ分からんけどさ、確かに確かに、やばいよ、ね、上もなかなかびしょびしょ。ということでね、すごい神秘的ね、いい場所でしたね。よかった
ね、おすすめだよねここ。確かに本当に皆さんよかったらね、雨じゃない日にね、皆さんよかったら来てください。足元お気をつけて。私アルミちゃんやばいですねこれ。すごいこと。あ、すいません、すいません、すいません、びしょびしょになってた。あ、大丈夫か。あ、怖い、危ないよ。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。帰ろう。あのマイナスイオンが感じられましたね、うん、常にマイナスイオンみたいなもんだけど。分かった、雨の日はねカッパ着なきゃダメなんだ。そう、そのためのカッパっていう商品だからね。雨ということで、あ、大丈夫。怖い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 。ということでね、はるみちゃん、かじか橋、うん、来ましたが、すごい良かったですね。良かったね。途中雨でね、もうびしょびしょになっちゃったけど。今ね、ちょっとはるみちゃん集中しちゃって、全然喋れないみたいな。路面が多いね。そう、皆さん、ここで来られる場合はね、雨の日と、あとね、ちょっとあの最初のここの道、注意してください。これ結構怖いからね。まあ、いいとこなんやけどね。ね、ほんとすごい良かった場所だったりとか。車で来たらいいよ。あ、なるほどね。あの、これ バイク動画みたいな。本末転倒みたいな感じですね。よくないよくない。これバイクで来るのよくない。そうですね、バイク、まあ、そうですね。けど皆さんね、よかったらぜひぜひ、すごい癒される場所なんでね、来てみてください。そうそうそう。でも本当おすすめだもんね。めっちゃおすすめ。ここからね、あと、2時間。雨に打たれながら帰りましょう。いやー、なかなか辛いねー。あ、雨降っちゃってるからもう仕方ない。2時間雨に濡れて帰りましょう。ということで、じゃあね、今回の動画はここまでですね。じゃあ美女がね、びしょびしょのツーリングでした。ここからまたびしょびしょです。2時間走りましょうか。いやー、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、PC の方も画面下のボタンから登録をお願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ルグコラ。